オキソニウムイオンは3つの化学結合を持った酸素のカチオンの総称である。最も単純なオキソニウムイオンはヒドロニウムイオン H3O である。有機化学に登場する多くのオキソニウムイオンはカルボニル化合物のプロトンかまたはアルキル化により得られる。例えば分子式が R、C イコール OR と表されるものでは共鳴構造が欠ける上にそれが 第3級カルボカチオンのものであるため、特に安定となる。安定なアルキルオキソニウム塩が存在し、アルキル化剤として広く使われる。例えば、トリエチルオキソニウムテトラフィロロボラーとは、白色の結晶性個体であり、強力なエチル化剤である。これを利用すると、伝統的なフィッシャーエーステル合成反応が利用できない時でも、エチルエステルを生産することができる。 他の炭化水素化、オキソニウムイオンは、エーテルやアルコールのアルキル化または、プロトン化により得られる。酸性溶液中で、アルコールのプロトン化により得られたオキソニウムは、e、E2 反応の脱力として働く。これは、電子を受け取った時水分子になるからである。この時の生成物はアルケンである。オキサトリキナンとオキサトリキナセンは異常に安定な、オキソニウムイオンで、2008年に、 初めて指摘された。強い嗅覚剤である水酸化物、シアン化物、味分け物とは反応するものの、大きさ取り機能は、沸騰水、アルコール、ハロゲン,ンイオン、アミンとは反応しない。ありがとうございます。